尾端達夫は、日本の社会運動家である。特攻のスパイの容疑をかけられ、左門を受けていた最中に死亡した。1907年、秋田県北秋田郡新田村に、教員の長男として生まれた。母を幼少時に亡くし、父は小学校5年生の時に死亡、ママ母育に育てられた。大館中学に進学。叔父に、大杉久志の弟子がいて、 影響を受け在学中から公然と天皇制を批判していた。同級の種市健らと社会主義研究会を組織し、地域の文化人や学生を集めて映画研究会を開催した。1925年3月、野犬を食ったのを理由に中学4年で退学処分。1929年、上京市郵便局に就職、中央、本所。 浅草の各局に勤務。大館中学の一年上級の黒沢敏夫の勧めで、日本労働組合全国協議会参加の日本、通信労働組合に加盟、組織部員となった。1931年度労組の常任委員に就任。同年6から7月、万世協警察署に検挙され、40日間交流で釈放された。1932年、 日本共産党に入党。この頃、帰郷して、種市ら大立中学時代の社会主義研究会のメンバーを手がかりに、全教は北地区協議会を組織した。1933年5月同党中央委員。同年9月、財政担当になり、10月に財政部長。同年12月23日、警察に内通したスパイであるとして、大泉金蔵と共に、 東京府東京市渋谷区旗ヶ谷の道東アジトで、詐門を受け、道24日午後1時過ぎ休止した。遺体はアジトの床下に埋められ、1934年1月16日警察の捜査により発見された。実定、大川俊夫が遺体を引き取り、故郷の友人に宛てた手紙に、兄は裏切り者ではなかったと記した。死亡直後の道東中央委員会で、 スパイであることの基本的事実は、明白として、大泉金蔵と共に除名処分にされ、翌12月24日付同等帰還し、赤旗号外で発表された。戦後の研究では、スパイであったかどうかわからないという説や、スパイでなかったという説も出ているが、日本共産党は一貫してスパイであったとしている。ママ母の遺骨が後に、東京に住み、大家として面倒を見た。 下宿人が歌手の尾畑実である。彼は1953年秋田県を大館市に、かつて世話になった役とその子である、尾畑達夫の墓を建てた。栗木1997、袴田里美は、1939年7月25日の後半長書によると、尾畑は三島郵便局の事務員だったと述べたとされる。 日本共産党の70年上官 P108 によると、全共日本通信労働組合中央委員を務めていた。入党時期を、倉田1994は1932年秋、栗木1997は1932年4月としている。大川は後に人民戦線事件に連座し逮捕された。 倉田タ1994栗木キ1997オバタ北に消えたテナー永田光二郎の障害日本編産経新聞2010年6月20日ありがとうございます